はい、それでは腰のダウンのリズムの斜めバージョン練習していきたいと思います。腰はこのリズムですね。ワン、ツー、ワン、ツー。はい、これを斜めに使っていきます。足は必ず揃えてください。こっち向きに4回いってみましょう。3、4、来たらかかとを軸にしてチェンジします。から1、2、3、チェンジ。1、2、チェンジするときは引いて出す。2、チェンジするときに引いて出す。2、3、4。はい、基本的にリズムは止まってしまうとリズムをキープできなくなってしまうので、この4回やった後3、4、このまま行くんじゃなくて腰を頑張って引いて出すようにしてください。そしたらスムーズにいけると思います。これを音楽で練習してみます。